何が起こるかというと、血管透過性っていうのが更新します。血管透過性更新って何か分かんなくなったら、あ、なんか目に見えないちっちゃい穴で血液みたいなやつがジュワーっと漏れるやつで、じゃあ治療どうするのかと、思いっきり早く治療したいんだけど、これね、治療するのアドレナリン緊張、これ絶対覚えておいてね。で、血圧が70代になりましたって言った時が肺血症ショックです。アナフィラキシーショックで使うものはアドレナリンの 筋肉内注射。そしたらそこのところにある交感神経、ね、が交感神経が近くにいるんだけど、交感神経がやられてしまったと。ほら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 、肺が壊れちゃってるから、ここから空気が漏れちゃって周りに空気が溜まっちゃうの。心源性ショックっていうのはホースで言ったら水道からもう水が出ないよってこと。脈拍数の増加、脈拍数の増加、これ40です。ショックって、まあ、すごい簡単に言うと、血圧が90以下、90より下がる、例えば血圧が80ですよ、70ですよ、60ですよっていうのをショックと言います。でも実は血圧の数字だけじゃなくて、それ以外に血圧のが下がることによって困った症状が出る。例えば血圧が下がっちゃったことで脳に血流がいってないとか、肝臓に血流がいってない、腎臓に血流がいってなくて、おしっこが出ないっていうのをショックって言います。例えば僕たちが血圧が87です、87だけども元気に飛び歩いてます、おしっこも出ます、ご飯も食べれます、友達と遊びに行けますっていう87はショックじゃないよってこと。だから数字だけではないんだよってこと。だけどショックっていうのは基本的には大きく考えると、血圧が90以下で、僕たちね、尿量の低下、あの見ることが多いので、おしっこに管を入れておしっこの量を見ながら見ます。でそういうのをショックって言うんだけど、ショックの前にまずね、知らなきゃいけないのはこれ、この血圧っていうのは動脈の中の圧力ですよと。で、静脈から心臓に血液が入って、心臓から血液が出ていくよと。それから末梢血管抵抗、ホースの先端だったよね。ホースの先端がこう末梢血管抵抗、しっかり握るとこの中の圧力が上がるよと。ホースの先端を離してしまうとこの中の圧力が下がるよ。それがね、末梢血管抵抗ですよと。だから血圧っていうのは心拍質量、このこれでいうとこの矢印、この矢印と末梢血管抵抗の掛け算で表すことが多いです。これね、まあ定義ね。そして私たちね、どういうふうに表現をするんかっていうと、融雪ホースっていうのをやったよね。やったんですよ。この先端がこうあるんだけれども、先端にある程度の圧力、末梢血管の抵抗をかけるとちゃんと横から血流が出てってくれますよっていうのがね、大事なんです。だから血管抵抗はゼロじゃダメなんですよと。血管抵抗がありすぎてもダメなの。ありすぎちゃうとホース壊れちゃうから、ありすぎてもダメだし、なさすぎてもダメ、適度な末梢血管抵抗が必要ですよっていうのが人間なんですよ。じゃあこの時のショック、ショックっていうのは何かっていうと、例えば、ね、これが一本一本血管だとしよう。例えば頭に行く血管、例えば腕に行く血管、これ例えば胃に行く血管、肝臓に行く血管、腎臓に行く血管、足に行く血管だとしよう。このね、ここのね、血流が落ちるのをショックって言います。じゃああそこの血流を落とす方法ってどんなものが考えられるんかっていうことの、ただそれだけなんですよ。これの考えようと思ったらいろいろ考えられるね。この融雪ホースだったら、これをさ、減らすためにはさ、例えば心臓でこの何、このホースから水をちょっと絞ってあげたら、これ落ちるよね。落ちるじゃない。それ心源性ショックって言います。で、例えばこの先端を完全に解放してあげたら、末梢血管を完全に解放してあげたら、これ減るよね。なぜかというと全部こっちに行っちゃうから。これね、アナフィラキシーショックとかって言います。末梢の血管がうわって開いちゃうやつ。アナフィラキシーショックとかね、神経原性のショック、交感神経じゃなくて、交感神経がうまく働かなくなっちゃって副交感神経が優位に出るやつ、そういうやつでね。ごめん、アナフィラキシーショックってさっき言ったんだけど、アナフィラキシーショックでもう一種類あって、このね、細かいなんていうの、このホースって、あ、すごい細かく見たらすごい網網になってるじゃない。この網網がね、こう穴が開いちゃうような、穴が開いちゃうとこういうとこからしたらジュワーッと漏れちゃうじゃない。こういうとこからジュワーッと漏れちゃうの。そういうのね、血管の透過性更新っていう難しい言葉を使うんだけど、血管性の透過性更新があると、この中の圧力が保てなくてもジュワーッと出ちゃう、漏れちゃうわけ。目に見えないような穴みたいな感じでジュワーッと出ちゃうんで、結果的には臓器に行く血流が減っちゃうよと。そういうのがね、アレルギーだったりします。あとはね、例えば出血性のショックっていうのもある。出血性のショックっていうのはイメージで言うと、このホースが壊れちゃったみたいな、ホースがここにでっかいさ、見えるように穴が開いてしまったっていうと、ここから漏れちゃうから他のところの血流減っちゃうよね。そういうのが出血性ショックだよ。だからね、ショックってそんなにね、難しくないんですよ。ホース、これが分かれば。でもね、これが分かんなかったらちょっと悲劇かも。
だからなんかよく分かんなくなっちゃったって言った時にホースで考えるとうまくいきます。ホースから水が染み出てくるやつ、すごい細かいね、目で見えないような漏れが出るやつ、それは何かっていうと、私たち医学的なことで言うと血管の透過性の亢進って言います。多くはね、アナフィラキシーとか感染症です。肺血小ショックみたいな、バイ菌が入ってきて全部ね、水が 血管の中から漏れちゃうみたいな、あとアナフィラキシーショックに蜂に刺されちゃうとか、ああいうやつ、蜂に刺されてショックになっちゃうやつね。で、ホースに穴が開くっていうのは出血性ショックですよと、これ言ってなかったね。ホースがね、ホースがよじれちゃったって血流出ていかないよね。で、ホースがよじれるっていうのは外から圧迫されてるやつ、それ外から圧迫されてるやつの代表的なのが実は、ね、新タンポナーデなんですよ。新タンポナーデっていうのは外から圧迫されてる。で、もう一つあるの、緊張性気胸っていうのがあります。これはアウトでやります。それから水道地震から水が出なくなるよっていうこと、それは震源性ショックですよっていうふうに分かれます。じゃあね、一般的に教科書には何て書いてあるのかっていうと、ショックはどうやって分類しますかっていうとね、こんなふうに書いてあります。ショックをね、分類する方、つまりね、私たち目の前の患者さんが運ばれてくるわけ、血圧80ですって救急隊から電話が来るわけですよ。ショックの状態の患者さん見てくださいって言って、皆さんが救命センターの、ね、例えばナースでいたとしよう。その時に、あ、この人何ショックなのかな。もちろんね、蜂に刺されてショックになったとかね、なんか喘息持ちでアレルギーを持ってる人が突然喘息の発作を起こしてショックになっちゃったって言うと、なんとなくわかるし、例えばね、右腕が切れちゃったと、右腕が切れて出血大量でショックになったって言うと、なんとなく想像つくでしょ。だけど例えば想像つかないショックだって来るわけ。じゃあなんでこの人血圧が低いんだって言った時に、じゃあどうやって見分けるんかっていう、ある程度の方法がここに書いてあります。じゃあどうやってね、これ見分けられたらかっこよくない？ショックの人が来て、あ、もしかしてこれかもって、超かっこいいじゃん。なぜかというと、ショックってね、早く手を打たないと危ない、命に関わる可能性があるんで、早く予想をつけて見つけてあげるってことが大事なんですよ。で、じゃあどうやるのかって、まずね、患者さんに触れる。簡単でね、来たら触れればいいだけで、その時にいい、ざっくり言うよ、あったかいか冷たいか。じゃあその患者さんが例えばあったかかったとしよう、手足があったかいってことだよ。手足があったか、普通ショックの人ってもう冷たくなっちゃってることが多いので、暖かい時っていうのはアナフィラキシーショックの可能性がありますよ、肺血小ショックの可能性があります、神経原性ショックの可能性がありますよ。で、神経原性ショックっていうのは簡単なんで言います。神経原性ショックってね、首、多くは首です。首の上にこれ、ね、交感神経管っていうのがあって、頚椎症みたいな、ああいうやつでガチンって首がやられてしまうと、交感神経がうまく働かなくなっちゃう。で、副交感神経が出ます。副交感神経が出ると心臓を止めてブロックになったり、血圧を下げたりします。なのでそういうのが出てくるんで、これっていうのは首の外傷とか、なんか首系に起こると起こします。で、肺血小ショックっていうのは何かっていうと、例えば肺炎で入院してた80歳の男性、肺炎で治療してたけど、なんとかね、なんとか治療してたんだけれども、血圧120とかで治療してたんだけれども、肺炎がいきなり悪くなった、で、それが血圧120だったのがいきなり80ぐらいにズトーンと落ちましたっていう時に、肺血小っていうのはさ、その時にさ、肺炎だから熱が出てるわけ、38度とか、あったかいままいきなりショックになっちゃうのが肺血小ショックですよと。で、アナフィラキシーショックっていうのは、元気でいた人が突然ね、これね、例えば蜂に刺されたとしよう、本当にね、数分から、例えば1分2分後からいきなり顔がむくんできて、いきなりショックになってアレルギーになっちゃう人もいれば、30分ぐらい後、大体だから数分から30分なんですよ。だから例えば今蜂に刺されて、もし僕がアレルギーを持っていってたら、30分以内にことが起きてしまうっていう、超緊急なんです。で、そういったものっていうのはまだ、ね、暖かいんです。で、これなぜ暖かいっていうかっていうと、血管がこう漏れるような感じでいくんで、血がなんかホースからこう漏れるような感じでいくんで、暖かいんです、これは。ことが多い。ね、じゃあそれに対して、ショックの患者さんが来た。血圧がね、60しか先生ないんです。この人何ですかって言った時に触ってみて、あ、冷たかったとしよう。そしてね、お腹が痛いって言って、吐血してますって言ったら、あ、なるほど、出血ありなんだな。その時に出血性ショックって分かるわけ。でもさ、血入っててくれれば分かるよね。どっかから血が出てたら出血性ショックって大体分かるじゃない。だからね、出血性ショックはね、難しいんだけれども、血液さえ見れれば分かる。じゃあもし見れなくて出血性ショックっぽかったらどうするんかっていうと、造影 CT 取りに行きます。なぜかというと、血管系の出血は全部造影 CT で分かるね。造影 CT 取ってみて、お腹の中で出血していたとかっていうことが分かります。でね、出血がなかったとしよう。なかった時に、もしも頚静脈が徒長していなかった、頚静脈が徒長していなかった場合には、簡単に言うと脱水のことが多いです。例えば高齢の70歳の女性の人
があんまりご飯が食べれなくてなんか脱水になってて、もう2日3日全然食べてなくて、たまたま一人暮らしでね、誰かの近所の人が箱、ね、見つけてくれたと、なんとかさん大丈夫ですかって、ね、救急車を呼んできて朦朧としていると、ね、もっと早く発見できればよかったんだけど、たまたまね近所の人が発見してくれたと、そして来たらと、体の中に水分が足りないわけで、もちろんね血もちゃんと戻ってきて、循環も水さえ入ってくれば、血液さえちゃんと入ってきて、循環の、ね、水さえ入ってくるとちゃんと回るよとかっていうのっていうのは、簡単に言うと脱水、もちろん手足が冷たいんですよって。でそれに対してショック状態にあるのに頸静脈が張ってるパターン、頸静脈、血圧が40、50しかなくて頸静脈が張ってる、さあこれが来るんですよ、心源性ショック。それから閉塞性ショック。心源性ショックっていうのは心臓が悪くて動かないし、急性心筋炎とか心筋梗塞みたいな、心臓が全く動かなくなっちゃってショックになっちゃうやつ。それから閉塞性のショックっていうのが、さっき言った心タンポナーデとか、心タンポナーデ、それから緊張性気胸っていうやつです。でね、これちょっともうちょっと詳しく説明していきます。アナフィラキシーショックってどうのかっていうと、体の中にねヒスタミンっていうのがあって、ヒスタミンがね大量にわーっと出てくるんですよ。例えば蜂に刺された、そこからヒスタミンが体の中で大量分泌されるんです。でヒスタミンっていうのが分泌されると体がむくんだり、血管透過性が更新してきたり、末梢血管が開きますよ、それでショックになっちゃうんだよってことで。ね、この患者さんのね、これ例えばね、これ手見るとむくんでんですよ。もう本当に数分から30分ぐらい、30分ぐらいでいきなりむくむく、僕たちさむくむってたって時間かかるわけね。だけどこれが数分でかか、もうすぐむくんできちゃいますよって。でひどくなると血管の透過性が更新してくるから、肺のところで肺水腫っていうのを起こします。でね、これ命に関わる病気なんですよと。ヒスタミン大量分泌で、例えばね薬のアレルギーとか、そばとか蜂とか何かのアレルギーで数秒から30分以内に起きます。即時型、めちゃくちゃ早いです。で何が起こるかというと、血管透過性っていうのが更新します。血管透過性更新って何か分かんなくなったら、あ、なんか目に見えないちっちゃい穴で血液みたいなやつがジュワーッと漏れるやつ、目に見えない程度で漏れるやつを血管性透過性って言います。だからいろんなところに漏れて、見てほら、むくんじゃう、血管の中から外に水の成分が出ちゃうからむくんじゃうよと。手がむくんじゃえば手がむくむし、顔面がむくむで、顔面の方の細かい血管から水がむくんじゃうと顔面がむくみますよと。肺の方の血管がむくむと肺水腫になりますよってこと。で、じゃあ治療どうするのかと、思いっきり早く治療したいんだけど、これね、治療するのアドレナリン緊張、これ絶対覚えておいてね。もしかしてね、エピペンとかって聞いたことあるかもしれない。蜂に刺された時にどうするのとかで、蜂のアレルギーがある人って刺されたらすぐ30分以内に死んでしまう、ショックになってしまう可能性があるので、エピペンっていうねものを持ってる。それがねアドレナリンなんです。アドレナリンをバチンって緊張すると血圧がなんとか保てるよと。それで当然ヒスタミンが大量分泌されるので抗ヒスタミン剤、それから炎症を抑えるステロイドを使ったりしますけども、とにかく優先順位はアドレナリンの緊張です。これがねアナフィラキシーショックね。次いくよ、肺血症ショックっていくよ。肺血症ショックっていうのは手足があったかいショック、初めはね。でこれどういうかというと、例えば80歳の男性が肺炎で入院していたよ、これいい、これ白く映るけど造影使ってるわけじゃなくて、これが肺のところが水浸しでこう白くなってる、これ肺や CT ってやつだね、これが肺炎。いい、一般的にさ、肺炎で入院しましたって、これ病院に行くとどういうことかっていうと、こうやって肺に炎症があって、このね空気が白く見えるんですよ。気管が好奇心、これエアブロンコグラムっていう所見なんですけど、これが肺炎です。でこの人は誤嚥性肺炎って言って、むせちゃうやつ、むせて間違って気道に入って肺炎になっちゃったっていう。でこの人がね、例えば80歳で誤嚥性肺炎を起こして、なんとか血圧が120-70でいっていたと。ところが突然状態が悪くなっちゃう、で血圧が70代になりましたって言った時が肺血症ショックです。第103回、食物のアレルギーのある8歳の児童がアナフィラキシーショックを発症した場合の対応として適切なのはどれか。エピペンだね。ね、アドレナリンだね。水分の補給、悪くはないけれども、対応として悪くはない。抗ヒスタミン剤の内服、これね悪くはない。なぜかというとヒスタミンのが大量に出てくるから。でもね、遅いんですよ、内服って。ステロイドの吸入はしないね。ステロイドの吸入って喘息で使うやつで、これねアドレナリンの筋肉内注射、もうこれです。アナフィラキシーショックで使うものはアドレナリンの筋肉内注射。神経原性ショック、神経原性ショックっていうのもあったたかいショック、手足があたたかいショックで、この人ねこれすごいですよ。この首のところに動静脈気って言って血管の危険があって、ここのところね、首のところでね出血しちゃったの、神経のところで出血してしまった。
そうしたらそこのところにある交感神経、ね、が交感神経が近くにいるんだけど交感神経がやられてしまったと。そうすると副交感神経、副交感神経っていうのは脈拍を遅くしたり血圧を下げたり、どちらかというと心臓を止める方なので、これ何が起こるのかっていうと脈が止まります。完全防湿ブロックを起こしたり血圧が30になったりとかっていうので起こしちゃったりする、そういうのを神経原性のショックって言いますよ。さあ来ました閉塞性のショック閉塞性のショックっていうのは何かによって心臓血管が圧迫されちゃって血圧が出ないよってやつで、ね、これねちょっと見てほしいんだけど、ここはね心臓と血管だと思ってたんですよ。真ん中のね。で普通はね真ん中にいるんですよ。だけどこれね普通両方肺なんだけど、こっちに気胸っていうのを起こしちゃって、こっちがねこう腫れてきちゃって心臓血管をね圧迫しちゃうんですよ。圧迫しちゃうからどっかが圧迫されちゃうからうまく血圧が出ないんですよ。これ全く同じやつなんだけど、こっちが気胸を起こすの。気胸を起こすんだけど、とんでもない気胸になっちゃうとこうやって心臓血管系を全部でこうやって圧迫しちゃう。そうするとこの中が圧迫されちゃうからうまく血流が出なくなっちゃって血圧が出なくなります。これをね緊張性気胸って言います。でショックの中では閉塞性ショックというような言葉を使うんですけど、緊張性気胸っていうので、緊張性気胸って言われてもなんかちょっとパッと来ないよね。緊張性気胸っていうのは、気胸っていうのは肺が穴が開くことなんだけど、このね動画見て、緊張性気胸ってねこういうことが起きてるんですよ。でねこれね、どうこの人たちの面白いことやってるんだけど、肺がここにあるわけ。これ多分動物の肺だよ。なんかね面白く見せてくれてるの。これここに動物の肺があって、ね、この肺にね穴が開いてるんですよ。これが気胸。気胸っていうのは肺に穴が開くこと。それで胸膜って言ってこの肺の膜があるんですよ。これ人間と同じ構造になってる。これ私たち全員これなんだよ。こういうふうになってるんだけど、肺に穴が開く、気胸になるとどういうふうになるんかっていうのをね教えてくれてます。これ。これね今肺に空気を送ってんの。でこれがね破れてるんですよ。肺自身がね。そうするとどうなるんかっていうと。この胸腔って言ってこのビニールの中に空気が溜まっていくから見てて、要はこれ空気が溜まってるんですよ。肺が潰れちゃって空気が溜まってるんだけど、それの像が出てくるから。ほら肺が壊れちゃってるから、こっから空気が漏れちゃって周りに空気が溜まっちゃう。そうすると、ね、何かっていうとね、これが気胸ってやつで、こんなところに空気が溜まってきてるから心臓血管系をどんどん圧迫させちゃうわけ。それで血圧が下がる。でこれのさすごいとこってもう押せなくなっちゃうの。頑張っても肺が膨らまないの。肺こんなちっちゃくなっちゃうの。どんどんで周りばっかり広がっちゃう。これが気胸。じゃあね治療す、この人たちね気胸の治療してくれるから見てて。いやもちろん永続的に治療するのは肺の穴を塞ぐことが大事なんだけど、緊急時でこれショックを起こしちゃうんで、じゃあどうするんかっていうとね、見てて。ほら見てみて、肺が全然広がんないわけ。これで言ったら肺がこうもうどこにいるのか分かんないぐらいのね、全くもう空気が入らなくなっちゃった。これが緊張性気胸。治療するよ今度これから。今ね何をやったかっていうと、とりあえずの応急処置だよ。応急処置でね、ここにね今穴開けたんですよ。そうするとここに溜まってた圧力が外に逃げられちゃう、逃げられるんですよ。そうするとね肺が広がっていくんですよ。あ、止まっちゃった。でつまり何が言いたいかっていうと、これ緊張性気胸で空気が入っちゃってるんです。で何かっていうと、ここのところにドレンって言ってドンとチューブを刺してピシューって言って空気が抜けていくんで、そうすると肺が広がっていくよって。で肺が広がっていくと、ここに肺が広がっていくんで、心血管系を圧迫してたのがこうやって戻ってくるんで血圧も戻ってくるよって。もしかしたらテレビドラマでなんか肺のところをこうやって刺してさ、プシューとかって空気が抜けてくるやつ、あれがね緊張性気胸です。で閉塞性のショック、心タンポナーデ、心パンタンポナーデっていうのは心臓が広がれない、心臓が外から今度プレッシャーを受けてきちゃうよと。例えば心膜ってこれ閉じられた空間なんで、この閉じられた空間に液体が入ってきちゃったりすると心臓が膨らめなくなってショックになりますよと。
ということです。心膜液の貯留、心膜の中の圧力が上がっちゃって左室が拡張できないで、心臓が拡張できないんで血液が心臓から出せないでショックになっちゃうよって、こういうのを閉塞性ショックって言います。じゃあ治療どうするのかというと、とりあえずの応急処置ね、応急処置は心臓のここに針刺すんだよって、針刺すんだよ、ドレーンチューブを入れるんだよってこと、ドレーンチューブを入れてそこから心臓の周りの液体を引いてくるよっていう、こういうのが閉塞性ショックって言います。じゃあね、心源性ショックいくよ。心源性ショックっていうのはホースで言ったら水道からもう水が出ないよってことで、これがね、これで16歳の男性、16歳ですよ、16歳の子がね、心臓が風邪をひいてしまった、心筋炎を起こしちゃった。で、心臓がこうやってしっかり動く、本当はね、普通みんな動いてるんだよ、みんな動くんだよ、でもみんなももしかして心筋炎になっちゃった、僕も心筋炎になっちゃったとしたら心臓の筋肉が動かなくなっちゃうわけで、動かなくなっちゃうとどうなるんかっていうと、心臓から血液出していけないからショック状態になっちゃう。じゃあそしたら私たちどうするんかって、例えばね、これインペラっていうやつがあるんだけど、左室のところから血液を引っ張って大動脈のところに血液を流してくれるっていうね、心臓を補助する補助システム、もしくは人工心臓みたいなやつを使ってその場しのぎをします。なんとか、なぜかというとね、感染症をねうまくすると良くなるんですよ。1週間ぐらいすると、例えば僕たち風邪ひくと1週間ぐらいで良くなるじゃない。で、心臓の感染症で心臓が、ね、ほとんどね、イジェクションフラクションでいうと 20% でほとんど動いてないと。で、なんとかね、ここにインペラってやつ入れるんですよ。これインペラってやつを入れるともう 20% なのだけど、これが炎症が収まってくるとなんとか動いてきてインペラが抜けると、で急性期を脱するということがあるんです。こういうのをね、心源性ショックっていうふうに言いますよ。もしくは例えば急性心筋梗塞で全く心臓が動かなくなっちゃったっていうのも心源性ショックになりますということです。心源性ショックで直ちに現れる兆候はどれか、血圧の上昇、血圧は上昇しないで、ショックだから血圧下がるよね。体温の上昇しないです。これは感染症じゃないんで。尿量の増加しないです。おしっこはどん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 減ってきます。なぜかというと腎臓の血流が減っちゃうのでおしっこがピタッと止まります。さあ、脈拍数の増加、これ4丸です。脈拍数の増加が起こります。なぜかというとショックで血圧が出せないので、心臓はね、なんかね、回数で稼ぐんですよ。回数で稼いで何とかしてやろうということで心拍数が増加します。ではショックのまとめです。アナフィラキシーショックとはヒスタミンが大量分泌します。アナフィラキシーショックの場合はアドレナリンの緊張ですよ。感染症ね、肺炎とかからなる肺血症ショックっていうのは感染症です。で、血管透過性が更新します。血管透過性が更新するというのは目に見えないようにこうじわーっと漏れてきちゃうよ。だから肺水腫を起こしたり手足がむくんだりしますよ。これね、緊張性気胸っていうのは圧迫されてしまって心臓から左室から血液が出ない閉塞性のショックを起こしますよと。で、心タンポナーデっていうのは左室から、これも同じようにね、血液が出なくて閉塞性ショックになりますよ。で、心源性ショックっていうのは心臓が悪くて左室から血液が出なくてショックになります。少し遠出をしよう今日。